MLB ドラフトリーグトレントン11からワンフレデリック2024年6月11日フレデリック写真ありり太郎隣の美女は誰スタンフォード大のトップアスリートとツーショット花巻東岩手から名門スタンフォード大に進学する佐々木麟太郎内野手19が11日日本時間12日 メジャーを目指す有望株も出場する MLB ドラフトリーグで米国デビュー。トレントン・サンダーの4番、一塁で出場し、一発を含む2安打3打点と活躍した。高校の先輩であるドジャース大家の父で中学時代に所属した金ヶ崎リトルシニアの監督を務める哲司、62、が祝福し、今後へのエールも送った。高校時代と同じ、対空時間の長い放物線。 白球は夕日を浴びながら、右翼ポール際のフェンスを KK と越えた。歴代最多の高校通算140本塁打を放った佐々木の米国デビュー戦。衝撃の一発を含む2安打3打点で、金の卵、太刀の中でも強い輝きを放った。トレントンの4番、1塁でフレデリック戦に出場。異国で初の快音を響かせたのは3回西 2, 2塁の第2打席だった。 97マイル、約146キロの内角直球を豪快に弾き返す。飛距離352フィート、約107メートルの、米国1号ツーランに、スタンドは一瞬で、ザズエキサイティング。と湧き返った、ベンチに戻って待っていたのは、大リーグでも1号アーチの際に恒例の、サイレントトリートメント。直後に笑顔の輪が広がった、打つと思っていた。 練習を見ていてもダイナミックで電撃的、とても才能のある選手、佐々木の取材対応はなかったが、その打撃を初めて目の当たりにしたアドニス・スミス監督は3時を惜しまなかった。6回西一二塁ではミニ全敵時だ。8回に左腕投手のスプリットに空振り三振も9回は同じ左腕から粘って子球を選んだ。一塁守備も無難にこなし、まさに満点デビューだ。 ドラフト候補が集まる MLB ドラフトリーグ、ネット裏では多くのメジャースカウトが26年にドラフト資格を得る怪物のプレイに目を光らせた。ブルージェイズのスカウトは、佐々木は、パワーは素晴らしい。聞いてはいたが予想以上、と評し、このまま順調にいけば、26年ドラフトでは、より抜きんでて、第1ラウンドで指名される選手たちと比較されるようになるだろうと断言した。 共に花巻東の先輩であるブルージェイズ菊池は4勝目を挙げ、ドジャース大谷は16号を放った。海の向こうの花巻東で、運命に導かれるような一発で、伝説への第一歩を記した。杉浦大輔通信員、MLB ドラフトリーグ21年に創設されて6球団で構成。全後期2部制で80試合が組まれ、 MLB が支援していることで試合はマイナーの球場で行う。4日に開幕した前期、35試合は7月に行われる MLB ドラフトの対象となるアマチュア選手が主に参加。注目度が高くない短大や NCAA2 部、3部の選手にとっては絶好のアピールの場となる。7月18日から始まる後期、45試合。 はアマチュアでのプレイ資格を失ったプロ選手が参加する。